生の時に初めてプレイステーションを触って、でそこでバイオハザードとデビルメイクライとファイナルファンタジー7っていう3種類買い与えられ、バイオハザードもともとホラーが好きなんですけど、バイオハザードやった時にめちゃくちゃ怖いけどめちゃくちゃ面白いゲームってすごいなって思ったのと、あとデビルメイクライでそのビジュアルのかっこよさ、まあ、ダンテがかっこいいだったりとか、それを見てゲーム業界行きたいなってこう思い始めたんですね。当時そのバイオハザードの特典でカプコンの開発者の方たちが飲み会をしてヘベレケになってる DVD がついてて、でそれ見て母親に私この人たちと働くからって言って、母親がやめてくれって言って止められたんですけど、実際ゲーム業界に入るために美大に行ってその方たちと お仕事ができたっていうのが入るきっかけになってますね。カプコンに就職するために大阪に行くってところから始まってて、まあ、今現在ゲーム業界歴16年になります。一番最初の作品がオオカビという作品で、非常にアーティスティックな作品だったので関われたのはすごく嬉しかったんですけど、3ヶ月に1回ぐらいなんか面談みたいなのがあるんですよ。ちゃんとできてるかみたいな、いつもなんかお前もう次クビだからみたいなのを言われ続けたぐらい落ちぶれたスタッフでした。次のタイトルも神谷ディレクターのベヨネッタという作品だったんですけど、もともとデビルメイクライが大好きだったのでベヨネッタに関われるのすっごい嬉しいって思ってたんですが、まあ、このままエンバイロメントのアーティストとしてももちろんやってってもいいかなと思ったんですけど、なんか飽き性なんで別のことやりたい、絵描きたいなとか思って、もともと背景を描くのがすごい大好き でそこからベヨネッタの方でコンセプトアーティストをやってみようかなと思って、そこからデザイナーになる道を歩みました。その後、タンゴゲームワークスという会社の方に移動しまして、サイコブレイクシリーズ、まあ、The Evil Within の、開発に携わって、その後サイコブレイク2はちょっとお手伝いで入ったんですけど、その後もともとあと自分企画考えるの大好きだったので、まあ、企画を考えたいっていうそのポジションの方に行こうかなと思ってて、ゴーストワイヤー東京の方を考えてクリエイティブディレクターを務めさせていただきました。ゴーストワイヤーが多分走ってもすでに、ね、3年ぐらい経ってたんですよ、 E3 の時点で。自分のその大好きな、私都市伝説とかオカルトとかそういう要素がめちゃくちゃ好きなんですね。あとそれと、あとフリンジサイエンスって言われる、まあ、科学的に心霊とかを解決したりとか、まあ、ドラマでもフリンジってありましたけど、ああいうものが大好き でそれをミックスした作品が作れないかなと思ってずっとやってたんですね。でE3 に出るって決まったのが多分2018年の末ぐらいで、ただやっぱりゲームの開発的に進みはそんなに良くなかったので、このまま出れるか出れないかみたいな感じになったんですけど、やっぱり発表はしといた方がいいんじゃないかっていう感じになって、中村さん出てくださいって話になりました。E3 って行ったことがなかったのでどんなものかもわからないですし、実際どうやって行われるのかも分からなくて、でお客さんが入る前の会場でリハーサルっていうのを行うんですね。しかも英語でっていう、で私英語喋れないんでどうしたもんかなと思って、まあ、ずっと練習してたんですけど、で E3 の当日になって、まあ、実際今までは空のところで
リハーサルをしてたんで、もっと実は流暢だったんですよ、喋り方が。でそんなにこうわわわわ動かずにやってたんですけど、当日になって舞台に出る直前に、そのステージディレクターっていう方がいらっしゃって、その人がもうね、リハーサルのことは忘れていい、あなたね輝いてるからそのまま出たら受けるから行けって言われて、その中バーンって押されて出たんですよね。それでもう皆さんは多分そっちから見てる側だったんですけど、こっちから見ると3000人4000人お客さんが入ってる状態で、なんだここみたいな感じになってテンパったのもあったんですけど、そのディレクターさんの言葉を思い出して、そうか自分のままでいいんだって思って、考えたら英語の発音も全部飛んじゃって、でとにかくこの作品面白いから私大好きで、これ考えたから見てくださいっていう気持ちだけでやったら、ああなっちゃったんですよ。自分的にはもう終わったと思って沈んでステージの脇に戻ってって、その後控え室でもずっと明日のジョーがこうもう試合に負けたみたいな状態になってやばいと思ってたら、すごいことになってるっていうのを会社の人が教えてくれて、見てごらんってツイッターとかすごいよって言われて見て、記事も出て、なんかあ、なんかやっぱり自分に正直であるのが大事っていうのと、あとこれ本当に面白いんですよとかいう時はもうその形式ばったものをいらなくてどんどんプレゼンステーションすればいいんだっていう、すごい自信になったっていうのが E3 のいい経験でした。ここまで来るのにすごく深い海を潜ってるような状態で、まあ、体もともと壊してて、私がカプコン入った時とか昔だったら先輩たちが机の下で寝てもゲーム作ってるような本当に情熱的な人たちがギャって作ってた時代だったんですけど、今はそれがなくなってったとしてもやっぱりアイデアだったりチーム戦なのでいろんな問題が出てくるので、それがやっぱり自分の健康にかなり影響を及ぼしてたっていうのが一番大きな理由でした。で、健康じゃなきゃゲームも作れないじゃないですか。だったら健康であってゲームが作れる環境って他にないのかなってすごい考えるようになって、で、実際に、まあ、自分が壊れる前にやめようって思ったのが一番で、いわゆる逃げようっていうのが正しい方かもしれない。ただ逃げるって言っても私逃げるのをすごくポジティブに捉えてるんで、我慢して耐えて逃げないで耐えて耐えて耐えてやるのと、逃げて次の新しい世界に行くのどっちがヘルシーかって考えたら、私は完全に後者だったっていう方でやって、もちろん自分がこう生んだ作品を途中で、まあ、いわゆる生みの親だけど育ての親に渡すようなっていうのは本当に辛かったです。今でもこう思い出します、我が子のように。だけど健康じゃなきゃ意味がないので、一旦もうちょっとここは十何年やってきたので一回引いてみようかなと思って引いてみましたのが、辞めた理由になります。辞めましたってツイートをしたんですよね。でそしたらその日のうちにリンクドインとかで2000件ぐらい、いろんな、まあ、激励の言葉もあり応援の言葉もたくさんあったし、プラス、まあ、採用したいっていうのがすごくたくさん来たのと、あともう一つが私たちのスタジオを見に来てくださいっていうのがすごく多かったんですよね。それでせっかくいろんな会社回って自分なりにその自分の目で何が今いい環境でゲームが作れるのかっていうのを学んできたつもりだったので、その経験を生かして IP を考えてその IP を作る
スタジオを、まあ、小さなスタジオからスタートすると思うんですけど、小さなスタジオを立ち上げて自分の IP をもう一回作りたいっていうのがあるので、その活動をしてます。本当に1スタッフからスタートしているので、比較的そこのセクションで何が起こっているのかっていうのは見えてるタイプのディレクターになると思ってるんですね、自分で。で、次のスタジオと次の IP ではもちろんクリエイティブディレクターを目指すんですが、私やっぱりいろんなものに諦められない人で、結構各セクションに介入してしまうっていうのがありすぎる方のディレクターだったんですね。なんでそれは抑えて、各任せられる人に任せて作ろうっていうのが一個目標になってるのと、あと、まあ、世界中のスタジオ行って思ったのが、私の次の、目指すスタジオでは外国人の方たちをたくさん入れたいなと思ってて、本当に刺激が多いんですよね。学べる文化だったり、もちろん言語の壁は生まれてしまうんですけど、私のような、私英語も喋れないですけど、言語を理解しよう、あなたを理解しようとかいう人たちと一緒に仕事したいなと思ってて、でそこから私が考えてる今の IP をそのメンバーで作ったら、多分もっと何かユーザーに響くようなものになりそうだなっていうも予感はしてるので、会社と IP としてはそういうスタイルを取っていきたいなと思っています。ゲーム業界の女性の立場についての話で言うと、ちょっと E3 のお話に戻っちゃうんですけど、 E3 が終わった後に、私のところにメールが来た8割が女性だったんですよね。その中でもやっぱりすっごい嬉しかったのが、女性のゲームクリエイターが E3 の舞台に立って、自分もこんなゲームやってるんですよっていうのをやってくれたことが、どんなに開発にとって、私たちにとって勇気になったか、あなたは分かんないかもしれないけど私たちはそう思ってるんだよねっていうメールが来た時に、やってよかったなって思ったんですよね。E3に立ってよかったなって思ったし、でプラス、まあ、そこから何人かとお話しさせていただいてるんですけど、海外だと女性の、ゲームクリエイターの立場っていうのは男性ゲームクリエイターと同じような扱われ方をしているところも多いんですが、やっぱりゲーム業界って私男性の業界だと思っていて、だから完全には入れないのかなっていうのはすごく受けてたんですよね。ただ女性男性ってその分けすぎちゃうのも良くないと思っていて、だから女性だからとか男性だからって言葉出しちゃうだけで分けてるじゃないですか。なんで私はあまり出したくはないタイプなんですけど、世の中のバランス見ると分けられちゃっている状態で、で最近もいろんな記事とか出たと思うんですよね。女性に対しての差別だったり、パワハラがあったとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、それも実際内部で起こっていることと外に出てくるニュースっていうのはかなり違う場合があるんで、まあ、そこは注意して見ていかなきゃいけないなと思ってるんですし、私が思うに男性が埋めるものと女性が埋めるもの、ゲームの中で埋めるものって全然違うなと思ってて、本当個人的な見解なんですけど、ストーリーに関しては私女性が書くストーリーの方が考察とかすごく入りやすいなと思ってて、あと人種の多様さがすごい広、間口が広いストーリー書かれる方が多いなと思ってますし、男性の方は一本軸がガッて通ってるんですけど分かりやすいもう書かれる方もいて、私はどっちかというとストーリーに関しては女性が描いた方が時代に合ってるような内容が多いかなと思ってたり、関わるジャンルジャンルで使い分けたり、まあ、人は何でもできるわけじゃないので、まあ、得意なところっていうのを出し合ってやっていくっていう、単純に向いてるところをやればいいじゃん、それで一個素晴らしい作品作ればいいじゃんっていうところに今落ち着いてるかなと思います。で、日本の業界の女性のもんで言わせてもらうと、ここ最近やっぱり女性のクリエイターっていうのは出てきてると思うんですよね。だけど私から見るともっと出てほしいっていうのがあって、そういうことで、あ、ゲーム業界って女の人働けるんだとか、あ、女の人もこんなになれるんだっていう
のにもつながるし、で本当にの女性の脳みその中で起こってることって本当言語でもめちゃくちゃ役立つことたくさんあるんですよ。で次本当に自分でスタジオやるとしたら男女平等での割合と、あとジェンダーはあんま関係ないっていうのと、あと今後も日本でもそういうのがどんどん増えてくれるといいなと思ってます。多分ユーザーの人からよく言われるのが、なんかグロテスクとかホラー のイメージがすごく強いって思われてるんですけど、それはある意味正しいんですが、私の中でやっぱりずっと追ってるのが、真面目に作るゲームっていうのをやめたいなと思ってて、で、まあ、マーベルのキャラクターで例えるとアベンジャーズからはぶられたデッドプールみたいなポジションになりたいので、ブラックジョークとか、いっぱい入ったようなゲームにしたいなって思ってますね。まあ、早く言えればいいんですけどね。